今回のテーマは、ハブ世代の友情、総集編です。総集編 ?2021 年に、ハブ世代の友情についての動画を上げていますが、今回の動画は、内容を過失、再構成した完全版となります。ハブ世代の騎士が、ライバルでありながらも、いかに仲が良かったかについて、この4つの切り口から振り返っていきます。最初に、飲食編です。 その最初の話題は、ステーキ店でのハブ森内戦です。ステーキ店で対局があったんですかそういうわけでもありません。将棋マガジン1990年2月号、川口俊彦六段当時の対局日誌より、A 級順位戦の大山塚田戦があり、B 級1組と2組の順位戦もあるという豪華な日である。こういう時こそ、昼間からじっくり観戦して、 表情の変わりようをお伝えしたいのだが、あいにく私も、ハブと対戦していた。短時間戦だったが、一分将棋が長く続いて、終わったのは七時を過ぎていた。当然ながら、私が負け。まずは腹ごしらえと、ハブと私、それに、森内、仙崎、鶴巻カメラマンと、五人で外へ出た。普通は、寿司か、うなぎか、中華料理か、 軽くなら、蕎麦屋だが。千崎の提案で、ステーキ屋へ行くことになった。中略。食事が終わると、ハブがさっと立ってレジへ行った。千崎が、すかさず、ハブが勘定を払った、と書くんでしょうね。と私に言った。彼はハブのところへ行き、千円札を何枚か差し出した。ハブが、え、何ですか好きなだけ取ってください。何枚でもいいんですか どうぞまるでモノポリーではないかハブは1枚か2枚取った鶴巻さんは自分の分を払い森内と私は勝たしてもらいましたからとハブが言うのでごちそうになった森内がお金を払わないのはケチだからではないそんなことに気を使わない大人だからである子供の頃からのライバルだった羽生六段と森内四段そして 後年の名人戦などでのハブ森内戦のことを考えると、とても感慨深いです。それにしても、割り勘でいいのか、誰がお金を払うのか。これは、いろいろと難しそうな問題ですね。川口六段が森内四段について、そんなことに気を使わない、大人と書かれていますが、島明九段も同じような見方でした。NHK 将棋講座。 1998年8月号、川口敏彦七段の、ザ・機械より、佐藤康光九段について語った文章です。佐藤は、典型的な秀才であり、エリート棋士である。今度、名人になった機械に、棋歴を調べたら、竜王になったきりだったのが、意外だった。平成2年、五段の時、大王位戦の挑戦者になったくらいだから。 タイトルを3つくらいいい取っっててると思っていた。しかし、竜王になり、名人になったのだから。立派なキャリアである。そして、四段になってからの佐藤を思い浮かべてみると。着実に進歩している。ただ、本質的なものは変わっていない。それを示すいい文章があるので、少し長いが引用しよう。ここから、島明八段、当時の文章です。佐藤は、 九位時代を故郷の関西で過ごした。関東の奨励会に移って、最初の彼の感想。東京の人は、よく遊ぶなぁ。中略。移籍当初、いつものように霊界を連勝。遅くまで残っている他の対局を彼は見つめていた。ある一局の、二人の無口な少年の感想戦を聞いているうち、自分と共通する何かを、佐藤は、その中に気づいてしまう。 この二人は手ごわいぞ、と彼は思った。羽生と森内だった。佐藤は、開園前の国学院校に進学する。連盟のそばということで。学校帰りに勉強できると考えたからだ。があるとき、終電まで順位戦の感想を聞いてからの帰宅途中。交番に呼ばれる出来事があって以来、彼は、制服のままでは不自由だと思い始めた。 確かに真夜中、制服と学生カバンを持ってよく歩いていれば、いつかはそういう体験をするだろう。そこで佐藤は、授業を終えるとまず、自宅に帰り、私服に着替えてから、年名に現れるようになった。一言で言うが、これは大変な労力だった。決して自宅も近いわけでないのだ。しかも、乾燥船に熱中して終電を逃すと、彼は、 仲間と徹夜で将棋を指し、一睡もしないで、始発で自宅に帰り、制服にすぐ着替えて、朝食も取らず、即登校という、常識を超えた生活になった。この頑張りの日程が、知る人ぞ知る、佐藤伝説である。もし、同じ立場で、ハブだったら、あらかじめ着替えを用意して、連名で着替えるだろう。森内だったら、そんな運の悪いことは気にせず、 やはり、制服でずっと通すに違いない。先邪だったら、最初から学校には行くまい。私なら、森内パターンですね。これは、10年前の、新人王戦の観戦期の第四符で。書いたのは島明八段。私には、忘れられない名文で。第一回、将棋ペンクラブ大賞を受賞した。佐藤を語って、これ以上の文章はない。今もこの通りなのである。 いい意味で、細かいことにこだわらないのが、森内流なんですね。それにしても、いかにも佐藤康光九段らしいお話です。さて、もう一つの支払いのお話です。近代将棋1993年1月号。騎士インタビュー。郷田正隆大井の巻。走れ、若武者より。総塾といえば、千崎五段もその典型だが。郷田の親友らしい。ええ。 だいたい仙崎くんと一緒ですね。お酒ですか、麻雀ですか。どちらも。お酒は相当飲む方かな。仙崎くんと会うのが、だいたい夜中で。それから飲み出すから、朝になっちゃう。夜中というのは、対局が終わって。そうです。でもたまに。夕方から飲んでずっと朝まで、のコースをやっちゃうと。二日酔いとかなります。長時間飲むと、 どうしてもたくさん飲むからね。仲間同士だと割り勘かなそれとも先輩とか順位とか。先崎くんと飲む時は彼、払わせてくれないんです。学年は一緒ですけど、入門は彼が一年早い。余談も早い。でもそれぐらいなら割り勘じゃないのかなどうしても払わせないんです。奥が深い世界ですね。大親友で、勝つライバル。千崎余談が、 定キ点でハブ六段に好きなだけ取ってくださいと言ったのも形は違いますが同じような思いがあったのかもしれませんねハブ世代の棋士の中の良さですが元近代将棋編集長の中野隆義さんがこの動画の脚本家のブログに次のようなコメントを書かれています森内流が四段になって間もない頃だったかと思うんですが 将棋連盟の4階、エレベーターホールにある、俗称老人席にて、タバコをぷかりと吹かしておりましたら、エレベーター脇にある、細長いガラス窓から、千崎流、羽生流、森内流が、連れ立って出ていくのが見えまして。ありゃりゃ、確か今日は、その3人のうちの2人が、対局者同士であったような。なぜ、夕食休憩に、一緒に行くのかな。 思い切り不思議になったことがありました。気がついたら、私は三人を尾行して、連盟近くのとある洋食屋さんに入っていました。店の端っこの方でとりあえず、当日のおすすめメニューを頼んでひっそりとしていたのですが、目ざとい千崎流にたちまち見つかりまして、おや、中野さんじゃありませんか。今日はまた、どうしてこの店に。はは、さすがに鼻が効き,きますね。 どうして対局者同士が、一緒に仲良く食事なんかするのかと思って、確かめに来たんでしょう。と言われて、いや、あの、その、ま、偶然ですよ、と、しどろもどろになったことがありました。ストーカーしてわかったことは、本当に、彼らは仲がいいんだということでした。中野さんは、騎士を〇〇竜と呼んでいました。 その騎士が何段かを間違うと失礼になってしまうので、このような呼び方をされていました。こちらの写真は、1987年の3人です。森内九段と千崎九段が四段になった年ですね。3人とも17歳の頃のことですか。結論は、とにかく仲がいいということです。言われてみると、ライバル同士が対局中に、一緒に食事に行くのは意外な感じがしました。 次は、奨励会時代のエピソードです。将棋世界1985年10月号。銀融史、片山良造さんの、関東奨励会だよりより、非公式のものだが、東西の奨励会交流が行われたというニュースも、いかにも夏休みらしい、喜ばしいもの。これは元、関西所属の、佐藤康光初段が里帰りしたのを機会に、森内初段、 豪田初段、長岡一級、竹中四級、諏訪部五級らが、ゾロゾロとついていったというのが真相だが、西の長沼二段、杉本二段、加藤初段、石飛初段、田中五級、小谷六級らと、二日間、みっちりと将棋に浸ってきたというから、きっと、得るものが多かったことだろう。食事と睡眠は、田中海州八段のお宅で、がっちり確保し、交通費は、 国鉄の青春18切符を利用して、往復4000円しかかからなかったという。若いうちでなければ、絶対にできない。バイタリティあふれる旅であったようだ。頼もしいものである。佐藤康光九段の師匠の田中海舟九段。田中海舟九段の温かさが感動的です。佐藤康光九段は、奨励会に入る前の2、3年間、 田中海舟八段当時の自宅教室に通って強くなりました。東京の奨励会の友人たちを連れて里帰りをしたのですから。師匠もうれしかったことでしょうね。東京での奨励会時代のエピソードも見てみましょう。千崎五段当時が次のように書かれています。切れ負け将棋は反射神経を鍛えるには絶好で。奨励会、特に有段者になってからは本当にたくさん刺した。 僕の有段者の時代、羽生はもう余談だったが、森内、佐藤康、郷田、小倉、秋山などがグループになって、30分くらいの切れ負け将棋を、何者かに疲れたように刺しまくったものだった。若き緑の日々の若きにも、それぞれの枝の付き方や幹の色など様々で、羽生は平均強く、森内は非常に負けにくかったし、 ゴー田は序盤の何気ない局面で突然考え出す癖があったし、佐藤は安全勝ちが嫌いで必ず一手でも早く勝とうとした。興味深いエピソードです。それぞれの騎士の個性がこの頃から出ているのですね。研究会や一問を超えた同世代の切磋琢磨の日常です。終わった後、一緒に食事に行ったりもしたのでしょうね。そのお話もあります。やはり、 千崎四段、当時が書かれています。森内は典型的な勝負師である。将棋に限らず、何をやらしても強い。新人王戦に優勝した頃に、麻雀を覚えた。当然、貧乏な仲間から、お誘いがかかる。覚えたての森内を、カモにしようというわけだ。ところがこの初心者。ルールもうろ覚えのくせに、やたら強いのである。たまりかねた、ある仲間が呟いた。 カモがネギ背負ってきたと思ったが、腐ったネギだったとは。そういえば、昔奨励会員だった頃、みんなで食事した後によくじゃんけんをした。当然、負けた者の払いである。無収入の頃である。みんな生活をかけていた。森内は、このじゃんけんに滅多に負けなかった。当時から、天性の勝負運が感じられたものである。ちなみに、一番よく負けたのは、 佐藤康光くんだったかなこのようなエピソードが嬉しいです。こちらは、1982年奨励会入会のハブ世代の騎士と千崎九段の、奨励会時代の写真です。ハブ九段だけ、他の方に比べて年齢が若い頃の写真だと思うのですが、ハブ九段が四段になるまで、将棋世界の奨励会のページには、この写真が使われていました。さて、 ハブ世代の騎士たちは、余談になると、一緒に旅行に行くことも増えてきます。将棋マガジン1988年7月号、若手騎士、こぼれ話より、ハブ五段、森下五段、森内四段、中川四段、千崎四段の若手騎士五名が、春休みに一緒に九州を旅行した。本当は六名の予定だったのだが、 最初にこの旅行を計画した阿部四段は病気のため残念ながら参加することができなかったスケジュールを組んだのが森内四段4泊5日で東京福岡熊本高千穂峡国宮崎鹿児島福岡東京と移動したのだがこの強行軍には全員ぐったりで特に羽生五段は旅館に着くとすぐ横になることが多かったという 福岡、熊本、宮崎、鹿児島の4県を4泊5日。ものすごく大変そうな日程ですね。初日。博多で中田伊佐四段の実家へ立ち寄って、うなぎを食べた後、熊本へ向かった。そして、羽生五段が予約していた宿に着き、一休みしてから、羽生、森下、森内の3人で気持ちよく入浴していたところ、突如、 全員坊主綿まで体のごっつい少年たちが、退去して同じ浴場に入ってきた。これには三人ともびっくり。少年たちが何者かわからなかったこともあって、浴場から出るに出られず、しばらくは、湯船から出たり入ったり、を繰り返すだけだった。そして、参った、もうこれ以上はあかん、と、ダウン寸前の時に、彼らが先に浴場を出て行ったため、 なんとか無事に、長い長い入浴タイムを終えることができた。後で分かったことだが、彼らは、たまたま熊本に遠征していた千葉県の高校野球部員で、決して怖いお兄さんたちではなかったのだ。中川、千崎の二人は、災難に遭った三人よりも、先に入浴を終えていたため、間一発、難を逃れて、部屋でくつろいでいたという、お気の毒でしたが、 とても微笑ましいエピソードです。この千葉県の高校は高校野球で全国制覇をしたこともある名門校で野球部員はかなりの迫力があったに違いありません続けましょうこの旅行のスケジュールを組んだのは森内四段だったが宿泊等の手配は羽生五段が行った宿泊費等全て羽生五段が一時立て替えたわけだが 残りの4人はこれをハブバンクと呼んだ。このハブバンクは特に問題もなかったため、次なる旅行計画、夏休み頃四国を予定の時も、そのまま継承される降参が強いのだが、きついスケジュールを組んだ森内四段の方は、何ありとされて、次回の計画は森下五段が行うことになっている。その森下五段曰く、 とにかく移動をできる限り減らすこと。これを最大のポイントとして、旅行の計画に取り組みたい。森内九段は、鉄道が大好きなので、鉄道での移動が多い予定になったのかもしれませんね。次なる旅行計画だった四国へは、この翌年の春に行くこととなりました。前年の予定通り、森下五段が、幹事役となって、羽生五段、阿部四段、森内四段、仙崎四段の参加です。 朝と夜だけ、旅館に集合という原則で、各自、気ままな旅を楽しんだということです。森下五段は、一人でお寺巡り。八十八カ所巡りですね。羽生五段と阿部四段は、観光が中心。仙崎四段は、公営ギャンブル場などを見て回り。森内四段は、各駅停車の旅。やはり、森内四段は鉄道ですね。海外旅行もありました。 将棋世界1990年6月号。千崎学四段、当時のオーストラリア7人旅より。事の起こりは、竜王戦の挑戦者決定戦の時だった。羽生森下戦。2人とも、森刑事九段率いる森県のメンバーである。森、小野修一、森下、羽生、森内、そして僕。この研究会には、不分率があり。幸せな人が、 他の五人にご馳走を振る舞うことになっている。そこで、この決定戦の勝者が竜王になった場合は、海外旅行を五人にプレゼントすることになった。その代わり、挑戦して負けた時は、他の五人で一人分の費用を出すことにした。これは僕の発案です。いい手でしょう。こちらが、この時の竜王戦挑戦者決定三番勝負の写真です。 ハブ6段と森下6段。どちらが勝っても、この賭けが発動されるわけですね。写真を見ると、尾野7段も森内4段も見に来られていますね。というわけで、ハブが竜王になったため、僕らは、ただでオーストラリアに行けることになった。ハブ吉晴万歳。出発は4月8日。当日、成田空港に集まった7人。 他に森さんの税理士の先生が一人参加した。の顔は明るくウキウキしていた。みんな久しぶりの休養なのである。中略。今回の旅行の目的はというと当然人によりけりなのだが森、尾の、千崎の三人はカジノである。他にない。ゴールドコーストというところは砂浜が有名なところであるが砂浜は日本にもあるがカジノは日本にはない。 というのが、僕たちの論理である。何しろ、ミスターカジノマンの異名をとる。森九段が団長なのが心強い。森さんは、カジノで1000ドルチップをかけるために、将棋を頑張るという人である。一週間のオーストラリア旅行です。こちらは、機内で撮影された写真です。貴重な写真ですね。初日、シドニー空港に着くと、ほっとしたのもつかの間、 乗り換えの待ち時間が5時間もあると聞かされ、呆然となる。何でも、オーストラリアではこのくらいは当然らしい。のんびりした国である。仕方ないからバックギャモンをして時間を潰す。5時間の待ち時間の間に、空港でバックギャモンをやっているハブリューオと森内余談です。このような狭い場所でできるバックギャモンがあるんですね。準備の用意周到です。 入国ゴールドコーストのホテルに着く外は雨普通ならがっかりであるがこの場合は絶妙のカジノ日和である早速食事の後突撃するカジノの楽しみ方はみんなそれぞれで森下羽生森内の冷静3人組はスロットマシーンで遊んでいる結局この日は早めに切り上げみんな少しやられただがこの時はみんな生健康 まずは小手調べだ、なんて言っている。二日目は、現地に住んでいる、林秀彦さんの家に遊びに行く。中略。夜、火事の。全員でビップルームに入る。これが間違いのもとであった。暑くなる大敗。みんなやられたらしく、しょんぼりしている。反省会と称して酒を飲み、少し酔う。三日目、天気は晴れたが波が高い。ちょっと浜辺には出られない。 といい。うか出る気がしない天気清浪なれど、波高し、広告の後輩、この一戦にあり。日本海海戦の統合減衰の心境がよくわかる。もう止まらない。こうなるともう行けない。トラベラーズチェックがどんどんなくなっていく。Z 機を掲げたのも、虚しく大敗。疲労がどっと出る。結局、カジノは散々であった。僕は、 しばらく塩を舐めて生活するつもりである。僕以外もみんな負けたらしい。シドニーには二泊した。シドニーにカジノはない。したがって、競馬場に一縷ルの望みを託すが、当たらない。もうダメである。僕の損害は、給料五5ヶ月分。この原稿を書くのが、とても虚しい。夜は、チャイナタウンに中華料理を食べに行く。焼け食いするしかないのである。 羽生、森内のり君は、結構熱くなっていたみたいで。竜王戦の賞金の、百分の一くらいずつ負けたようである。まあ、彼らには関係あるまい。森団長は、大負けから、得意の千ドル割を発揮して、チャラにしたようで。大勝ちだ、大勝ちだと、喜んでいた。今回のカジノは、誰も儲からなかったらしい。帰りの飛行機は揺れた。僕は、 飛行機というものがあんなに揺れるとは思わなかった。だが、ハブが隣に座っているから、落ちないと思った。この気持ち、なんとなくわかっていただけると思う。カジノは、確率論とディーラーへの挑戦。カジノで勝つのは難しいでしょうからね。それにしても、デュオー戦の賞金の100分の1って、かなりな金額ですよね。オーストラリアでの写真です。あ、カンガルー。 コアラもいいまます。羨ましいです。しでコアラはとても気の弱い動物で人間に抱っこされただけでもストレスを感じますそのため条例によりコアラを抱っこできる州とできない州がありますシドニーでは抱っこできませんがゴールドコーストのあるクイーンズランド州では抱っこできますカワウソのようには人間に懐かないんですね帰国後の声を聞いてみましょう 将棋世界1990年6月号。青島達彦さんの、ゴマゴマスクランブルより、仲良し6人衆が、無事にオーストラリアから帰ってきた。期間が短かったこともあり、みんな元気元気。いやー、オーストラリアは何もかもでかい。圧倒されました。あんな国と戦争しちゃいかん。おじさんみたいなセリフは、森下六段。食べ物が美味しかった。 肉はデカすぎたけど、マットクラブというカニが美味しかった。値段小野先生にご馳走になったので知りません。ニコニコ、森内四段。ギャンブル行ったカジノが、どうもぶったくりカジノだったみたいで。みんなやられたみたいですね。冷静に小野七番。将棋の勉強ありえません。帰ってきてから、すぐに名人戦は並べてみました。 面白い将棋でしたね。きっぱりと、ハブ竜王。名人戦の話が出ましたが、オーストラリアへ行った、1ヶ月後、宮城県の松島センチュリーホテルで行われた、名人戦第3局。中原誠棋聖、谷川浩二名人戦に、ハブ世代の棋士が集まっています。将棋世界1990年7月号、千崎学四段の。 第48期名人戦第3局現地レポート。範囲がわからないより、名人戦を見に行こうと思い立ったのは、中原が挑戦者に決まった時だった。最近充実著しい中原の、生涯で最も成熟した時期の差し回しを、この目で見届けたかった。中略。今回の松島旅行の目的はというと、バックギャモンをすることである。 当然、将棋の勉強が主なのだがそれだけではつまらないでしょうこの時立ち会い人が森刑事九段記録係が同年の4月に四段になったばかりの郷田正孝四段将棋マガジンの観戦記担当が羽生善治竜王ということで先崎学四段と森内俊之四段はプライベートの旅行で松島へ向かいました盛り上がりそうなメンバーが集結しましたね バックキャモンというのは西洋風のすごろくみたいなもので今若手騎士の間で密かに流行しているごっつー面白いゲームなのであるとにかくところ構わずなのである二つ折りにしてコンパクトになるため持ち運びが便利で電車の中から駅のホームなど場所など関係なく四つのサイコロを振りまくるオーストラリアの空港でもやっていましたね 森刑事九段が指南役で、先崎、羽生、合田の3人組が同じくらいの気力なのだが、みんな、自分が一番うまいと思っているらしく。また、3人とも負けず嫌いのため、その負けた時の悔しがりようは大変なものである。羽生の顔が歪むのは、見ていて実に面白いですよ。1日目の夜は、両対局者ともリラックスムードだった。 二人とも僕らがやっているヘボな麻雀を眺めていた。絶対に自分ではやらないところが面白い。当然か。二日目の控え室では、陽気なメンバーが揃ったため想像しい。森、青野の両立会人は、昔、この二人に米長先生を加えて、阿佐ヶ谷総状隊連盟と名乗っていたことがある。この二人に、カメラマンの鶴巻さんや、ハブ、仙崎などが加わり、いやはやうるせえうるせえ、 酒がないだけで、ほとんど温泉旅行での宴会である。昼食を食べると、突然外が晴れていることに気づく。部屋の中にずっといるため、そんなことに気が回らなかった。全く不健康である。そこで、せっかく松島まで来たのだから。少し、外を散歩しようと話がまとまり。森、ハブ、仙崎、鶴巻。将棋マガジンの中島さんの5人で、近くの島を一周する。 島はなかなか大きく、ちょっとしたハイキングだった。ああ、外はこんなにいい天気だったのか。当たり前のことに感動する。たまりに溜まったストレスが毛穴から抜けていくようだ。それに比べ、対局室はストレスの塊。こんな日に将棋を指す手はない。ざまあみろ。でも名人戦には出たいな。ハイキングから帰ると。バカに谷川の方が優勢になっている。 控え室は無責任の塊のため、言いたい放題。バカなこと言ってみんなで笑い転げている。笑いすぎて疲れてしまったので。別室で、ハブとバックギャモンをする。対象。ハブが顔をしかめ、眉を吊り上げて悔しがる。愉快愉快。寿命が少し伸びたような気がした。以下略。眉を吊り上げたハブ九段の表情って、想像がつきません。 ハブ九段は、将棋では感情を表情に出しませんが、もともとは負けすぎらいということがわかりますね。この時の写真を見てみましょう。記録係はゴーダ四段でした。かっこいい記録係です。二日目の大番解説上での、ハブ竜王、森内四段、仙崎四段です。森内四段の髪型が、オーストラリアの時と比べて随分変わっていますね。この当時、 森内四段は、ゴルゴ13や清原選手と呼ばれていました。感想戦の模様です。羽生竜王が観戦記者として、感想戦を間近で聞いていて、両対局者も、内心はいろいろな意味で、気になって仕方がなかったかもしれませんね。さて、最後は日常編です。1989年から1991年にかけての、 ハブ世代の騎士の中の良さが現れている写真がありますので、そちらから見ていきましょう。この写真は、将棋会館の前でのことです。ハブ五段が千崎四段を襲撃しようとしているのか、千崎四段が襲って、ハブ五段が反撃しているのか、どちらかですね。1989年の将棋大賞表彰式の後のパーティーの時です。ハブ五段が最優秀騎士賞などを、 森内四段が新人賞を受賞しています。この写真はエレベーターの前で撮影されています。床に絨毯が敷かれているので、将棋会館ではなさそうですね。こちらの写真は1990年、四段昇段を決めたばかりの郷田新四段と b 級2組昇級を決めたばかりの羽生竜王です。これは貴重な写真ですね。ボードゲームをやっている森内四段と郷田四段です。 モノポリーでしょうか。ゴー打つ、ハブリュー王と、千崎五段です。千崎五段が坊主頭ですね。次のお話は、松島での名人戦の翌月のことです。将棋世界1990年8月号。ハブリュー王。憧れの菊池桃子さんと念願の対談より。憧れの女性に、いよいよ会えるとあって。ビシッと決めてきたハブリュー王。 落ち着いているなぁと思ったのですが、やっぱりそわそわしている雰囲気です。約束の時間に、スラッとした菊池さんが到着。この日のことを聞きつけた、千崎、森内の同年輩の仲間からは、しきりに、いいなぁ、が連発されました。5階の和室で、いよいよご対面です。この日の羽生竜王です。この当時、羽生竜王は、菊池桃子さんのファンでした。 ハブリ王オの髪型が夏向けになったんですね。当日の舞台裏を見てみましょう。将棋世界1990年8月号。青島達彦さんの。ごまごまスクランブルより。バカだな。こういうのは、絶対にサインもらう方がいいんだ。向こうだって、それを待っているんだから。先崎四段だ。そうかとこうだ余談。そういえば昔。 パンツにサインしたことあったな。森九段。なるほど。パンツにサインを頼んだら、してくれるかな。再び、仙崎四段。大井リーグの最終戦が行われている日だというのに、将棋連盟の中には、なぜかウキウキした気分が漂っていた。タレントの菊池桃子が、ハブリ王と対談をするために、連盟に来るというのである。菊池桃子といえば、 菊池桃子であるアイドルだそのアイドルを将棋連盟に呼びつけてしまうのだから羽生竜王はすごい話をつけたのは田丸七段だというこれもすごい対談中千崎四段と森内五段はなんとか対談に割り込む手はないかと思案を巡らせていたそしてもう一人むずむずしていた棋士が高橋道夫九段高橋九段は その昔から、菊池桃子の大ファンなのだ。森下六段と対局中の高橋九段は、さすがに番の前を離れない。離れないが、向こうの方がやってきた。ハブとの対談を終えた菊池桃子が、対局室に観戦、というか、見物でしょうね、に来たのである。高橋九段の顔がピクピクと引きつったのは、言うまでもない。仙崎四段と森内五段は、しっかりサインをもらっていた。 菊池桃子は、将棋を指してお金をもらえるなんて、初めて知りました。と言っていたそうだ。さすが、アイドル。この当時、騎士という職業があることを知る人は、意外と多くありませんでした。菊池桃子さんの感想は、ごくごく標準的なものだったんですね。将棋のことも忘れてはいけない。この日行われた大エリーグの最終戦で、 佐藤康五段段と福崎八段が勝ち挑戦者決定戦はこの二人で行われることになった中略ちなみに対局中の佐藤五段は終始盤上没が一人菊池桃子とは無縁の世界にいた超緊張しながら対談をしている羽生善治竜王サインを積極的にもらう先崎学四段と森内俊幸五段 サインをお願いするのは、迷惑になると考える、郷田正孝四段。万丈没我の佐藤康光五段。いいですね。それぞれのハブ世代。サインを書いてもらっている、仙崎四段と森内五段です。本当に嬉しそうな表情をされていますね。対談が終わった後の、将棋会館前での写真です。菊池桃子さんが持たれている花は、対談が始まった時に、ハブ竜王から手渡されたものです。 バスケットに入った花だったただんですね。羽生竜王から菊池桃子さんに渡されているのは将棋世界臨時増刊号竜王羽生善治です対談が前と後にそれぞれプレゼントしたんですねそして羽生竜王は東京体育館まで菊池桃子さんを送っていきますあ森内五段が後ろにきっと千崎四段も一緒だったのでしょう何かおかしいです ハブユオの表情もいいですね。この年の8月、千崎四段と豪田四段と中村治七段が、函館へ旅行しています。その時のエピソードについては、以前の動画、天のあるない論争をご覧ください。概要欄にもリンクを貼っています。さて、1991年は、森県で海外旅行へは行っていませんが、7月に、 森九段が指導対局で宮古島へ行った後、研究会のメンバーと那覇で合流しています。写真には写っていませんが、もちろん、森内五段も来られています。壁のメニューを見ると中華料理店ですね。台湾ランチ1000円というのが気になります。それはともかく、この翌年の1992年は、森県で海外旅行へ行くことになります。 将棋マガジン1992年7月号。ハブヨシハルの次の一手、詰将棋、クイズより。5月13日から20日までの8日間。オーストラリア旅行に行きます。一昨年、ちょうど同じ頃に行ってきて以来の海外旅行です。前はゴールドコーストが中心でした。今度はパースです。やはり、色い々ろいろと変化に富んだ方が面白いですから。とは言うものの。 メンバーは全く変わりません。森啓二九段、小野周一七段、森下六段、森内六段、千崎五段。きっと、旅先での行動も変わらないと思います。外国に行くと、勝負を忘れて、のんびりすることができます。8日間、思いっきりリフレッシュしたいです。ゴールドコーストは、オーストラリアの東海岸でしたが、パースは西海岸。やはり、カジノがあります。 火事の中心の展開だったのでしょうね。さて、翌年の1993年頃から、流れが変わってきます。1993年の王位戦。ゴーダー王位にハブ竜王が挑戦します。初めてのハブ世代同士のタイタル戦です。この7番勝負はハブ竜王が制して王位を奪取します。同じ年の竜王戦。 佐藤康光七段がハブ竜王に挑戦します。この七番勝負は佐藤七段が制して竜王位を奪取します。1994年王位戦で豪田五段がハブ王位に挑戦します。竜王戦ではハブ名人が佐藤竜王に挑戦します。1995年王位戦で再び豪田五段がハブ王位に挑戦します。竜王戦では 佐藤七段がハブ竜王に挑戦します。ハブ九段はこの間に六冠王になっているわけですが、ハブ世代同士のタイトル戦がどんどん増えていますね。そして1996年、七冠となったハブ名人に、名人戦で森内八段が挑戦をします。この写真は、第一局の前夜祭でもう少し近寄ってくださいというカメラマンの注文に、 顔を見合わせる二人です。これからタイトル戦で戦うわけで、二人並んで笑顔というのも難しいですよねそうなんです。以前は一緒に遊んだり旅行へ行っていたとしても、公式戦で頻繁に当たるようになると、そうもいかなくなってきます。以前の通りというわけにはいかなくなります。研究会で一緒というのも味が良くなくなります。 島明八段、当時が主催して、ハブ、森内、佐藤の三人が参加していた、伝説の島剣も、1990年代の序盤に、休止状態になっています。森剣もそうなのでしょうねそうだと思います。ハブ九段と森内九段のお二人は、2003年から2014年までの間に8回、名人戦で戦っています。2005年に、 仙崎八段、当時は、次のように書かれています。この文章は前編、非常な名文なのですが、友情に関する部分のみを見ていきます。ハブは、昭和60年に、森内は、62年に騎士になった。この差は、そのまま、両者の当時の差と考えてもいいだろう。ハブは常に一番だった。いじめっ子が幅を利かす、将棋界で、彼は、ずっとガキ大将のままである。 騎士にななってしばらくは、はは両者の対局はさほど頻繁ではない。昭和63年に5局指したものの、その後3年では3局しか指していない。20局刺すのに8年もかかっているのである。中略。戦いの場数が少なかったこともあってか、仲良く海外旅行に行ったりもしていた。対局の昼休みに一緒に飯を食ったりもした。将棋のために、 さまざまな犠牲を払った者同士の連帯感もあったかもしれない私も含めみんな実に仲が良かった最も騎士というのはそういうものだいずれ戦うと分かっているからこその友情というものは当事者しか分からないいずれ戦うと分かっているからこその友情にグッときました涙が出そうになるほど心を打たれる文章ですね将棋のために 様々な犠牲を払った者同士の連敗感にも、鳥肌が立つのを通り越して、頭の中が痺れるような感動を覚えます。騎士同士の若い頃の友情の形が、そのまま続くわけではないけれども、真相では形を変えて、友情が静かに続いているのかもしれませんね。ところで、私たちに友情は存在するのでしょうか最近、色い々ろいろと疑問に感じることがあるんです。 あれ、帰っちゃったそれではご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうよろしければチャンネル登録高評価ボタンもよろしくお願いいたします